ゴードン・キーブルゴードン・キーブルは1963年から67年まで存在したイギリスのスポーツカーメーカー。同社のエンブレムは亀の図柄であった。同社の出発は1959年、小さな自動車メーカー、ピアレスを経営していたジョン・ゴードンと技術者でレーシングドライバーだったジム・キーブルがコンビを組んでゴードン・ GT を作り出したことに始まる。同社はピアレスのシャシー ビュイックの 3500ccv8 エンジンを持っていた。エンジンは開発途中で 4600cc のシボレー製 v8 に変更され、シャシーも交換スペースフレームとなり、4輪には当時まだ珍しかったディスクブレーキが備えられた。完成したシャシーはイタリアのカロッツィリア・ベルトーネに運ばれ、入社したばかりのデザイナージョルジェット、ジュージアーロのデザインした車体が仮装された。 この車は、ジュージアーロ作品の生産家、第1号と考えられる。ゴードン GT は1960年の、ジュネーブモーターショーで、デビュー、好評で迎えられた。ロードテスト後、米国に運ばれ、ゼネラルモーターズのシボレーディビジョンで、部門トップのエドコール、ミスター・コーベットと呼ばれた、レース部門責任者、ゾーラ・アーカフ・フダントフのテストを受けた結果、 コーベットの 5400cc エンジンギアボックスの供給が認められることとなった。しかし不幸にも生産開始早々ステアリングギアボックス供給元の老子紛争で生産ラインが止まり 2798A ポンドという低価格を売り物にしていた同社は16台のステアリングギアボックス以外は完成した仕掛け品を抱えてたちまち資金繰りに給した。 倒産前の生産台数は約90台であった。なお、プロトタイプの1台は、イタリアのイソ社を率いるレンツォリボルタの手に渡り、イソリボルタ開発の参考にされた。1965年、ゴードン・キーブル社は、ハロルド・スミスとジェフリー・ウエストに救われ、キーブル・カーズとして再登記され、生産は再開された。しかし1967年に、 ストック部品から作られた最後の1台を含め、生産された数はわずかで、倒産前を含む生産台数はちょうど100台であった。オーナーズクラブによると、このうち90台余りが生き残っているという。さらに、もう一度、1968年に、ベ人ジン・ジョン・デブレナが再生産を試みたものの、1968年の、 ニューヨーク国際オートショーにデブルーンズと改名された2台と彼自身の設計によるミッドシップエンジンの新しいプロトタイプが1台展示されただけで何らの進展なしに終わった。ありがとうございます。